皆さんこんばんは、なみです。今日はちょっとマットっぽい感じの、まあ、冬を意識したメイクをしてみました。それではビデオスタート。おはようということで始めていくんですけど、ここに人生初めてかな、こんなところにニキビできた。じゃあビムビューティーの下地塗ってきます。なんか最近できたことないところにニキビできて面白いんだけど何ここ、鼻がさ膨らんでさ、ちょっと鼻長く見えていいかも。鼻先がねちょっとこう長めに見えてくれたら嬉しいかなっていう。普通に過ごしてる分には痛くないけど、触れると痛い。やっぱこのニキビもまだ治んない、まだに健在してますね。はい、じゃあこのミシャの下地使います。今日は表参道とかをぐらりするから、こういうちゃんと酸効果の、これ酸カット効果があるやつを仕込んでおく。寝れました。てかさっきさ、メイク始める前にこのハンドクリーム、前紹介したやつ、これ塗ったらすっごいいい匂いする。金木犀の香りがしてめっちゃいい。コンシーラーはいつものことながらなんですが、シーンです。ここに塗っときます。って感じになってるタイプだからニキビ、まあ多分ファンデ塗った後に塗ることになるんだけど、塗っときます。ほうれい線と口角には明るいから、ファンデはエブサンローラーを使います。てかほんとさ、美容デーってさテンション上がりません？めっちゃ時間かかるけど、なんかすごい女子してんなと思ってあんまりそういう、ほんとさ私行かないから、美容のなんか肌のピーリングだったりとかさ、あんまりやらないタイプなので、最近ね美容でちゃんと、最近ちゃんと美容デーを設けて行くようにしてて、テンション上がる。最初にホワイトニング行くんだけど、ホワイトニング行った後にまたね、そう最近やり始めたソニックフィットっていうのがあって、それをやりに行くんだけど、そのソニックフィットっていうのが今回で2回目なんですよ。1回目でかなりえっていうぐらい違いを実感できたから、2回目も行くよね。3週間とか4週間に1回ペースでなんか行けるといいみたいなので、それで行く。でね、そのソニックフィットをやってもらってるさお姉さんがさ、何十代したかな、40代50代らしいんだけど、めちゃめちゃ綺麗でマジでびっくりする。超若いんだよね。やっぱさ、そういうなんつうの、クリニックで働いてる人たちってさ、なんでみんなおでこピッカーンみたいなおでこピッカーンだし、シワも全然ないし、マジでこういう美容医療って大事だなって思わされるよね。ほんとなんか受付の人見てなんかうわって思うもん。あまりにも綺麗だからさ、同い年の人とかと一緒にねいると変な話行きませんかっていう話してさ、でもエレガンス使うね。そしたらやっぱり、まあ確かに何もしてない方と比べると、まあ私の方が若いかなっていうふうには感じるみたいな言ってて、いやそりゃそうだろうみたいな、めちゃめちゃ綺麗だもんなと思ってさ、マジで綺麗あの人マジで綺麗な人でまずさ、人の年齢なんて絶対聞かないけどさ、本当に聞きたくなるぐらいマジで綺麗なのやばい、美魔女ってマジでこういう人のことを言うんだなって感じで、はい、ということで下地は完成でございます。まあ結局落とすんだけど、目周り以外はそう落としちゃうんだけど、とりあえずこんな感じですね。そしてノーズシャドウ先に塗ります。最近ノーズシャドウを先に塗ると眉毛ちょっと失敗しにくいなっていうことに気づいたわけ。ついに底見えしたの、やばくない？使ってだって多分半年経ってるでしょ余裕で。ちょっとびっくりなんだけど、やっと底見えって感じ。ちょっと長持ちしすぎて逆に申し訳ないわ、こんなに安いのに。そもそもノーズシャドウ専用のなんかコスメって少ないよね。だからさ、まあ普通にこれがもうまたベースコースだよね。
1年を通してベスコスなんだけど、てかこれしか使ってないもん今。それ以外はありません。ケイトのあのペンのやつも、あの卒業できるぐらいこれが私には合っててですね。まあいいや、このスリーノで描きます。ちょっと久々っちゃう。これみんなさ、ドラマ見てるかな。あのサイレントっていうドラマをさ、今私見てて、あと山田くんのあのやつ見てるんだけど、おもろすぎないっていう。いや、とりあえずあのサイレントがやばい。もうなんか木曜日がっていうか金曜日で目腫れちゃうよみたいな感じのドラマで、木曜日にやってるから金曜日に目腫れちゃうのね。そう、私目黒蓮くんの演技見たの初めてで、そもそも演技してたのかとかも知らなかったわけで、旦那の妹が目黒蓮くんめっちゃ好きで、でなんか、まあ、見てみようかなみたいな感じで見てみたらさ、マジ泣けるんですけどみたいなドラマの内容で、まあ多分みんな知ってると思うから別に詳しい内容は言わないけど、まあうちらの世代で言うとオレンジデイズを思い出しちゃうよねみたいな、まあ、その目黒蓮くんが耳が聞こえないっていうね役柄なんだけど、そうなのよ、なんか切ない苦しいみたいな感じのドラマ明けよ、やばいって。全然内容は違うんだけど、その違うけどなんかオレンジデイズ思い出しちゃうなっていう、やっぱなんかずっとなんか記憶に残りそうなドラマだなと思いながら見てる。だってオレンジデイズだっていつをやってたの、私が中学生ぐらいの時かなにやってたドラマだから、それをずっと覚えてるってやばいじゃん普通に。でその目黒蓮くんの話に戻るんだけど、演技うますぎん、びっくりしたんだけど、普通に私なんか結構厳しいの、なんかそういうもうなんか芸能人じゃないから、あ、いいのかな名前出して、なんか東さんとかさ、え、マジで棒じゃん、棒演技だなって思うわけ。なんかいつになっても上達しないなみたいなさ思って見てたんだけど、いやいやいや、なんか別に私演技したことないから上達しないとか言う、なんかあれもおかしいんだけど、でもすごいこう演技上手ではないなって思いながら見てたからさ、目黒蓮くんの演技のうまさマジやばい、度肝を抜かれた。喋れない役だからさ、表情でやるしかないわけじゃん。はい、こちらのインテグレート使い、いやーなんか久々にすっごい楽しみなドラマだなって思いながらさ、いやなんかもちろん他のドラマも面白いんだけど、楽しみと思いながら待ってるけど、なんかどうなっちゃうのみたいな。どうなっちゃうのっていうのと、見てるとちょっとこう切な苦しい感じ。木曜日は楽しみです。木曜日の10時楽しみでしょうがない。山田くんのドラマはちょっと黒い系も入ってるような感じだから、そんなにこうまあちょっとね好き嫌いあるかなっていう感じはするんだけど、でもあれもね面白い。私原作読んでないから、普通にドラマが面白かったら面白かったで終われるからさ、原作は見ないです。だからさ、ネタバレだけはマジで気をつけてる。そういう原作系は最終回こうなっちゃいますよみたいなさ、結構 TikTok ってやっぱさ不意のネタバラシあるじゃん TikTok って。アイシャドウはこちらのクリオのプロアイパレット08番使います。いかにもみたいな感じの温かみのあるカラーです。ジャニーズだからどうのっていう感じじゃないんだけど、なんかやっぱ演技うまいさジャニーズっているじゃん。だってジャニーズってさ、そもそもさ歌が本業でしょ、歌というかそうアイドル業が本業なわけでさ、なんであんな演技上手くなるの、すごい演技の講師がついてるのかなっていつも思うんだけど、役者だけでさ食べてる人が変な話さ負けてるっていうか、なんかなんつうのうん、なんかちょっと違うなって思われててさ、アイドルを本業としてやってる人がさ俳優でえやばってなられるってすごいことじゃない。サイレントを見てるって言った後にさ、目黒蓮くんどうですかみたいなあのメッセージとかもいただくんだけど、もちろんかっこいいなと思うんだけど、タイプではないから、そう好きになるってことはないんですけど、そうなんです。でも演技はマジで上手いなって思ってます。そう毎回あの結構な量をいただくので、ちょっと今ここで答えたんですけど、次ちょっとこっち濃いの、顔はほら私のお好みのタイプではないなーっていうの、多分私を長らく知ってる人だったら分かると思う。そう、お顔
顔はね違うんで、ね、私が好きなタイプって結構なんか芸能人で言うと奥二重でちょっとこう目がキリッとしてるタイプが好きだから、でも普通にかっこいいなと思う。なんか背丈もあるしね、スタイルいいなって思う。まあ私はあの西ヒロトという INI のアイドルが好きなので、ごめんなさいねちょっとそこはそうなんですよ。でドラマでも勝手に振られてたけど、私に勝手に振られてる目黒蓮君かわいそう、マジでかわいそうお前誰やねんって話なのに、こっちこそ願い下げだみたいな感じだと思うんだけど、これはこの私の一意見だから、私の好みの話をしてるだけだから。でそしたらちょっとラメを出されちゃうよ、ここね。冬になるとさ、こうやってなんか外をマットにしてからラメみたいなのがかわいい。この感じがかわいくない？あ、でそう、あともう一個ね、すごい面白いっていうか、でもう一個泣けるやつがあって、ネットフリックスの桜のような僕の恋人っていう、なんかもともと多分小説かなんかで出てたのかなのやつで、中島健人くん、ジャニーズの中島健人くんと、ちょっと女優さんの名前がわかんないんだけど、中川大志にすごい似てるさ女優さんがいるんだけど、その子とその中島健人くんのネットフリックスドラマ映画みたいなやつ、2時間くらいあるやつなんだけどさ、すっごい泣けるわけ、マジびっくり。最初なんかえみたいな、なんか泣けるって書いてあったけど本当に泣けんのかなみたいな感じの最初だったからって思ったんだけど、もう後半やばい後半やばいから本当に畳みかけるように泣かせに来るやんと思って、あれは泣けちゃうね。やっぱ私なんか病気とかそういう系って見てるの辛い。犬系ダメです、私。まあ犬飼ってるってのもそうだけど、犬系あかん、泣いてしまう。普段そんなにこう、昔はめちゃめちゃ泣き虫だったんだけど、今泣くこと全然ないんで、すごいさ、ここ最近なんかジャニーズに泣かされてるっていう、泣かされてます。ロム&のヘーゼルマルーンってやつ、もう何とも言えないグレージュっぽいからというか、こんな感じのラインを今日は使います。新しいねロム&のコスメをちょっと一式送ってもらったので、そのリップ、それに入ってるリップも後で使うんですけど、めっちゃ可愛いからさ。え、てか今までさ、みんなさ見てきたドラマでさ、これ一番泣けたわみたいなドラマある？毎週泣いちゃったんですけどみたいなさ。私なんかね、すごい記憶に残ってんのが、あの堂本剛がやってた犬のドラマがあったんだけど、私が小学生ぐらいの時にやってたドラマなんだけど、毎週泣いてた気がするんだけど、なんか見たいけどこれ見たら泣いちゃうしなみたいな、なんかわかる、その親の前とかで泣くのがちょっと恥ずかしい時期あるじゃん、なんかあすごいなんかドラマ見て泣いてるみたいな、思われたくないみたいな、だからさ見たいんだけど泣いちゃうんだよなと思いながら見てた。それが多分私の中で毎週泣いてたドラマかもしれない。僕の背中には羽があるってやつ、そうそうそう、それが主題歌だったような気がするんだけど、私が多分人生で一番毎週泣きながら見てたドラマだと思います。そう、私サイレントは1話2話を泣かなかったわけ、泣かないでいけたのに謎に3話でめっちゃ泣いちゃうっていうやばこれってなって、一人で見てたからっていうのもあるのかもしれない。やっぱ誰かと見てるとなんかこうちょっとこう我慢してるのか分かんないけど引っ込んじゃう感じがあるけど、3話に関しては泣いてしまってちょっと次の日目腫れちゃいますみたいな。今期見てるのはそうだから、あのサイレントと山田くんのやつとで、クロサギ見ようと思ったんだけど、クロサギなんかちょっと今回私的に違うなと思ったから見てなくて、で君の花になるっていうドラマがちょっと INI が、私が応援してる INI で、まあ推しは出てないんだけど、そのメンバーが出てるからライバル役で、だからちょっと見てるって感じなんだけど、ちょっとあれはあの私的にまあ若すぎる、内容がちょっと若すぎるっていうのもあるんだけど、ちょっと見れないなっていう感じで、ちょっとリタイアしちゃいそうな感じ1話で。でチークなんですけど、このロマンドから新しく出たこちらのカラー、ベターザンチークの N の01、このカラーを使います。粉質がすごいなんかわかる、サラ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 マットみたいな、
ほわって感じのほっぺにしてくれるやつ。かわいい。なんかほんとさ、結構広めに塗っても問題ないようなチークです。まあ、色味の問題もあると思うんだけど。N01 って感じ。うわ、めっちゃ好き。スカラブミュードを使います。ちょっと下まつげを足しとく、ミュードで。塗ってきた。そしたらハイライトがこちらのディオールです。めっちゃ好きやんっていう話なの。めっちゃ好き。これとセザンヌ結構使ってるかな。鼻とどこでこう。いつもの層にのせます。やっぱツヤ大事だね。なんかマットすぎるとさ、歯が疲れて見えるから私は。そしたらこんな感じでここにシュッっていう光が、シュッっていう光が入ったでしょ。でリップがマジで可愛すぎて本当にどれ使おうか迷っちゃうんだけど、今日はこの3本のどれかで迷ってるんだけど、可愛いんだよね。どうしよう。こっちから21、22、23って感じのカラーです。21、22、23、この2つで迷ってる。今日は21番を使う。このさ、ロマンドって書いてあるインジが消えちゃうのがもったいない。超滑らか、この角のない感じ、スーッと塗れます。わあ最高。これ絶対ブラシとかでちょっとぼかしてあげるとまたさらに可愛くなると思う。でちょっとブラシでファーってやってあげるとオーバーリップっぽい感じになって、うわかわいい。やば、21番最高にかわいいよ。見てかわいい。あ待って、まだ1回じゃ消えてない。ちょっと残ってる。ボリュームも出ますね、唇に。うん、だから唇薄い人とかは絶対このブラシでぼかしてあげた方がいいかも。いい感じ。ちょっとこの唇の上にもハイライトをのせてツヤを出して、いい感じ。ツヤがねここに足されるとまたさらに可愛いと思います。そしたら最後にもう一回ラメをこの下まぶたにここ入れます。こんな感じで。ちょっとラメがないと本当に足りない顔なのでラメ足しちゃう。なんか足りないなと思ったらラメ乗せてないもんね。ラメしか固い。はい、こんな感じ。ちょっと光が入ればいいかな。はい、ということでこんな感じです。今日はですね、まあ全体的にマットっぽい感じですね。リップもチークもあと肌もマットっぽくして、で目元のこことここだけキラキラさせて、あとはツヤ感っていう感じのメイクです。なのでまあ、今回ねちょっと紹介したかったのがロム&の新しく出たチークとリップ、これミュートラルシリーズって言うんですけど、そのニュートラルで出てるカラーがマジで可愛いので見てみてください。ということで何か気になるコスメだったりがあったらぜひぜひチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、こちらからよろしくお願いします。バイバーイ。